入れ替わったのかも。ちゃんと前見て。あ、いけない。メガネもパンも同じくらいの重さだし、急いでたから気づかなかったみたいです。映画とかだとこういう時精神が入れ替わるもんなんだけどな。まあ怪我しなくてよかったけど、とりあえずそのパンどうにかしなさい。でもこれかじった跡があるし。太郎くん食べる？鶏にあげるのはどうかな。ところで今日はすごいニュースがあるぞ。なんと転校生だ。はいはい、騒がない騒がない、入りなさい。はじめまして、イクミって言います。よろしくね。よろしくね。あー、あんた、あの時の。真昼がぶつかった子って、そういえばメガネが同じだ。本当にあるんだこういうの。教師やっててよかった。あの時の転校生だったなんて。いや、お前かい。